近藤健三郎は、日本の都市計画家、道路技術者、高知県生まれ、高知県秋町で生まれる。1921年、東京帝国大学工学部道木工学科卒業。東京主道路局に入り、銀座通りの改修工事に従事し、その補装に日本初の記念画を使う。その後、帝都復興院勤務を経て、 内務省都市計画東京地方委員会議士となる。西新宿、新宿西口の専売公社ヨドバシ工場、跡地移転後の都市計画において、超過収容型の都市計画事業を成功させる。1933年、満州国民政府の初代都市計画課長に転ずる。1939年、満州国政府直轄の大東港建設局に、 副局長として展示、王力港川口港の大東港と人口100万の工業都市安藤の建設責任者となる。1941年には建設局の初代局長となる。1946年に引き上げ後全国道路利用社会議事務局長、日本道路協会場無理事を長く務める。その他、都心のスカイウェイ構想を提案し、 また浜松へのセン論を展開した。1951年からは首都建設委員会事務局長を務め高速道路ノンクロスロード案を提示。1953年高速道路企画調査委員会委員を歴任する。1967年からは東急道路株式会社代表取締役社長に就任。道路の宣伝普及に当たるとともに、 戦後間もなく首都圏の交通問題、特に地下鉄と道路のいずれに重点を置いて、開発すべきかの問題が起こったとき、高速道路論を主張するとともに、東海道弾丸道路の提案など、高速道路の建設構想を示す。道路協会事務局長時代、アメリカの例に倣って、ガソリン税の道路整備財源を陳情し、議員立法制定と、道路整備5カ年計画策定に導く。 なお、杉並区に現存した、自邸、近藤邸は、宮崎駿著書、トトロの住む家で紹介され、2009年に一般公開される予定であったが、火災で消失した。その後、宮崎駿が、スケッチデザインを制作、それをもとに、区立公園、A さんの庭が開園。邸と復興事業の末期に消失区域外の道路や、駅前広場の計画を担当するが、 越沢によると、高島町馬場先に日本初のロータリー交差点ができたが、これは近藤の提案によっているという。この時、近藤の真意は、ロータリーによって交通を解決するのではなく、平面交差の交通容量の限界を測定し、立体交差の立案をするための準備であった。後年、高速道路の提案をする近藤の構想の原型が、 この時すでに生まれているという新宿駅西口の整備計画を立案。これは戦後の新宿副都心建設計画の原型となった。越沢。越沢によると民政部では高精度の整備と各地の都市計画の立案と事業化を推進したが満州国では日本内地とは異なり政府の都市計画士官課長のポストは技術官がつき、 大いに仕事をやれる場が提供されていたという。またという計画法で緑地区を制度化。これは今日の市街化調整区域に相当するものであり、事業執行には土地経営を行うなど先進的なやり方を導入していたという。1939年に満州国は政府直轄で横緑江口に人口150万の臨時工業都市の建設を着手し、 近藤はその責任者となった。大東港では廃線までに高速道路が実際に強用している。部下の一人、横山光雄によると、関東軍にも安易に妥協せぬ、高骨感で優秀なタウンプランナーであったという。越沢。越沢によると、戦後いち早く高速道路の必要性を主張し、東急ターンパイク事業の顧問となり、 高速道路の思想の源流の一つを作ったという。また、ゴルフが大変上手だったという。特別企画、建設賞、創立50周年記念、座談会街路事業50年の歩み、都市と交通1998-46、ありがとうございます。